まし、熊本県菊池市から来てくれました菊池くんです、どうぞ。はい、どうぞ。いやもう本当にどうも皆様、もう本当に俺のスタジアムは天気おかよ、大したこと喋らんけ。皆様こんにちは、ふるさとちょいたです。ふるさとちょいた役の菊池くんです、よろしくお願いします。このステージに立って一番最初に皆さんに伝えたいことがあります。いいですか。ただいまくれー、やっと帰ってきたぞー。あとね、もう一個どうしても言いたいことがある。俺の友達がね、ちょっと予定より早くちょっと旅に出たんだ。でその旅に出たやつがね、この町が好きで好きでたまらんわけ。でそいつらの意思はこのイベントやこのステージやこのスタッフの人たちがみんな受け継いどっけ。その人たちの気持ちも持ってみんなくれよ、遊びに来てくれというわけで、ラムネありますな、あそこに菊池くんのおごりで10本だけ用意しております。ただしキーワードがあります。俺と同じように言ってくれた人だけがその先着10名だけがもらえます。いいですか。ふるさとちょいた、同じように言ってください。同じように言ってください。あ、今夜はふるさとちょいた、そのまま言ってください。先着10名の方が菊池くんもあのお金を払っておりますので、とびきり美味しいラムネを皆さんにプレゼントしますんでね、よかったら飲んで入よう。ただしあの賞味期限が4年ほど切れております。あのちょっと便秘気味だなっていう方は、喋ってる時に金は鳴らしません。こら前さっきのボケ、お前横で見るとお前ハラハラしちゃったわ。大丈夫かなと思ったわ。よかったよ、俺の通訳は宣伝、もうほんと休憩しとってよかったよ。よか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 、どうせ何か分からんでしょうか。はい、そろそろこの曲は終わりますか。もうめっちゃ通訳のお姉さんビビってたやん。だけ最初から俺休憩しとってよかった言うとった。大丈夫、あのもう座っとってよかよ、座っとってよか。スタッフの方弁当場出して、消化道弁当場。あ、あるんじゃない。あるよね。うん、大丈夫大丈夫。じゃあ今ねここに集まっていただいている皆さん、どう見てもちょっとビタミンが足りてませんよね。ビタミンが足りてない方、あげないということは歌わないということですけど、よろしいですか。最近知ってますか、菊池くんがフルーツ5って言ったら曲がかかるんですよ。かからねえ。はい、フルーティー、はい、フルーティー、はい、手拍子、手拍子ください。5時間かけてきてます。昨日の金曜日のクレーキのイベントがすごく辛かったんですけど、何にもないのに1時間あそこで喋れって言われたんですけど、ビタミンが足りません。いいよ、いい感じいい感じ。フルーチー、はい、バイ。いいですよ、いい感じですよ。菊池くん実は5人組でした。ええ、俺しかいませんけど今んとこ。なんで別にいいじゃんか。お前ウルトラマンだってずーっとお前太郎やらなんやら感じ言ってこったね。フルーティー5。フルーティー、フルーティー、はい、フルーティー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 、はい、はい、こう、こうだってよ、こうは。こう、親指を横に出す。フルーティー5。フルーティー5じゃ似合うけどね。覚えとけ、フルーティー、フルーティー、はい、くよ、はい、フルーティー、ファイファイ、ブッ。いいよ、お、いいじゃないですか。もうなんかね、え、なんでみんなで合馬しおらせとって思わすよ、突然ね。これずっとこんなテイストで20分間続きますけどいいですか。俺はもう最近これしかやらないから。大丈夫ですか。あ、すみません、話しかけないでもらっていいですか。今俺仕事中なんで。この間はクレがやってきてくれたけど、さすがに今晩な、今日は。おい、ホスト役、あいつ休んどんね。休んどっと、ちょっとツイッターにシャープクレ休むなって書いて。お前ホストだろ、休むなって書いて。明日はなんと神様が来ますよ。ねえ、梨の神様が。
今日はあのメロンの雑魚キャラですけど、誰が雑魚キャラや。あんたたち一番前で見るならちょっとは笑いなっせ。あんたたち、わあ手間振りよらす。大好きなゲームやる？やる？じゃああの旦那ここにあげるけど大丈夫？すごい俺対眼目が不定けど目が合わんね、視線が合わんね、なんでかね。フルーティーファイブ、フルーハイチー、はい、合わせて、はい、合わせよ、はい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 、はい、はい、はい、合わせて俺に、いくら簡単だけ、はい、ちょいちょい、ちょい、はい、はい、やれよみんなで。恥ずかしいな、俺の方が恥ずかしかった。お前たちはええだ、動画に撮られるんだ。もういいかな。いやいや、待ってこらしたわ。もういいかな。いやいや、まだ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 。あれあれよ、あの、はいってこれよ、はい。ちょ、俺声引きなかもん。上がってこんってよかって。俺が折れるまで休憩しとってよかけ。大したこと言わんとだけ。そう、なんかこう、迫ってたビビってかわいそうじゃない？フルーティーファイブ。あ、フルーティーファイブ。フルーティー、フルーティー、フルーティーファイブ。あなたの毎日にビタミンを。フルーティー、フルーティー、フルーティーファイブ。あなたの人生にビタミンを。クレッシャーも見よるな。よしやけファイ。いいですよ。市長にも言ってもらおうか。市長は結構日焼けが構わん感じよね。いや、何年か前もずっと日向におらしたもんね。そうそうそう、あと市長なんだけど日陰に女っすよ。あのね、多分ね、日本一ご当地キャラ好きな市長かもしれない。あのね、3年前にも聞いたけど市長、菊池くんと船橋どっちが好き？あ、両方好き。ほら、クレシって言わないところがね。ね。俺が市長だクレシって言うけどね。いや、あのね、本気でご当地キャラが好きだからね。そうよね、うん、普通にお客さんだね、うん、で、多分今度議会答弁でフルーティーファイフルーティーフルーティー市長が中来たよ。あのあれはこれになります。5時に毎日流れます、朝5時に。ザマーミロファイ。ありがとうございます。すぐ帰ります。クレッシュはすぐ帰ります。多分ね、学校のチャイムがこれになるね。学校のチャイムが、市長、学校のチャイム何になるんだっけ。はっ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 。人が言うだからね、仕方がないよね。フルーティー、はい、せーの、ファイ。いいですよ、ありがとうございます、はい。チャイムが鳴ったということで、菊池くんのコーナーこれで終わりということで。ありがとうございました。さっき菊池くん、あのあっちにいる男の子がずっと彼氏がいるよと教えてくれてたよ、うん、あ、本当？うん、あ、ね、今彼氏の方しか見てないけど。俺あのあれよ、あの視界に何があるけん。マジ？ああ大人の事情でね。そうそうそう、視界ってあれですよ、私たちじゃなくて目ってことですよ。瞳孔が開いてるからってことそう、まあ、バッチン開いとっけんね、うん、絶対まばたきせんけん俺ドライアイ、ね、日本ドライアイ、もうカーンって鳴らすな。喋りよって。ありがとうございました。いいやつだからね。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。フルーティーファイブ。あれ油断油断ちょっとフルーティーファイブ。あなたの
し頑張ります。皆様よろしくお願いします。フルーティー。以上、菊池くんでした。ありがとうございました。はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。クレシが走って上がってくるの面白いですね。曲がかかると上がってくる。いや、菊池くんはね、でもアミーって本当クレのためにいろいろやってくださって、ね、くださってって言っちゃったけどね、ありがたい存在ではございます。人が一生懸命仕事をしてる前で食べる塩焼きそば、美味しいですか？美味しいでしょうね。仕事をしてるんです。見知らぬおじさんが台本もなく、それだけ言うけど、やっぱ食べるんですね。それどこで買ってきたんですか？あっちの方ですか？いくらでした？あ、そう、原価は20円です。いいじゃない、480円儲けさせたらいいじゃない。ね、美味しいですか？そんな感じで何を喋っていいかわからないまま立ってます。菊池くん見たことある人？おー、全員手挙げないですね。じゃあ今日初めて見たよって人？あー、もう帰っていいよ。もういい。大人だろ、お前たちに気遣えよ。な、俺がどうして欲しいか大体わかるでしょ。ね、はい、菊池くんのこと好きだよって人手挙げて。あげたダメだい、次は。なんでやって俺が言うところでしょうが。大体わかれよ、お前。俺の担当は何？そう、ジャニーズです。なんでよ、なんでよ。俺がジャニーズに入るかもしれんじゃないよ。いや、もしくはもっとジャニーズだったかもしれんかい。バカ、お前、嵐は本当は7人組だったんだよ。俺とフレッシュが入ってた。あんたたちは変えるか悪かけダメージエース。こんなことで嵐のことになるわけやめてくださいって言って、やめさせられたって。ねえ、フレッシュ、あいつまた休んどんぞ。すぐ休むもんね、フレッシュ。次は誰？次は誰のステージ？のんたんが来るまで俺ここにおる。ここにおる。のんたんが途中でつまずけばいい。時間に間に合わせなければいい。のんた、のんたね。あ、あののんた、あののんたでしょ。あの有名なのんたですよね。あのモノマネが超得意なのんたですよ。いや、みのもんたのモノマネが得意なのんたでしょ。いや、見たい俺ステージでのんたのみのもんたのモノマネをする、みのもんたのモノマネをする得意なのんたが見たい。のんたがみのもんたをすごいモノマネが上手だという風な MC がこう綺麗に言った後のみのもんたをモノマネするのんたが見たい。何がよくわからんの、俺もわからん。もうそろそろ俺帰って、うわー、食べてしまったかー、やつば。一生懸命やってる時に全部食べた。あんたよう何も飲まんぞよ、あんたひっつかるばいのとも顔が明らさ。恥ずかしいのか。あんたが恥ずかしいとなんだろう、俺は嬉しい。どうしてだろう。今日は、3時までですかね。今日3時まで、はい、明日も3時まで、明日も3時まで、はい、明日も来るよって人、はい、来てくださいね、明日もね。明日はあの、うちもいませんけど、あのフラッシーが来るんでね。フラッシー来るんばい。いや、フラッシー来るんばい。あ、ちょ、話しかけんで仕事中だぞ。ヒロシ、ヒロシ、初対面の人にあんた話しかけるぞ。ヒロシ、あ、ステージに上がるぞ。面白いこと言いますぞ。初対面じゃない、話しかけんなって言って。仕事してるぞ俺。あ、のんた、来た、のんた。のんたは、みのもんたのモノマネが得意だもんね。あ、そっちじゃない、布施明。あ、そっちじゃない。あ、ほんと。ワンオク。ワンオクロック。じゃあ、お任せしようかな。じゃあ、皆さん楽しんでね。じゃあね。